こんにちは、スパコです。今回は SNS で話題の商品がびっくりするほどすごかったので、いち早く皆様にご紹介したいと思います。新商品などもあるので楽しんでいただけたら嬉しいです。ではどうぞ。まずは相模屋のビヨンド豆腐ナチュラルです。こちらはマスカルポーネ風のお豆腐です。作っているのは相模屋というお豆腐屋さんで、大豆の扱いには大変長けてらっしゃるメーカーさんです。乳製品は不使用で豆乳をベースに作られています。これはそのまますくって食べられるタイプなんですが、今回はせっかくなんでトマトとバジルでカプレーゼにしてみました。初めて食べたんですが、驚くほどコクがあってクリーミーです。滑らかで水っぽさがなく、豆腐でチーズのミルキーさを出しているのがすごいです。モッツァレラのような弾力はさすがにないんですが、大豆の風味を抑えていて、マスカルポーネのような風味を十分楽しめます。蜂蜜や黒蜜などをかけてデザートとして食べても美味しそうです。そんな相模屋のビヨンド豆腐から新商品が出たんです。それがこのウニのようなビヨンド豆腐です。 SNS でじわじわ口コミが広がっていき、今話題の商品です。豆腐でウニ？と思うんですが、それがめちゃくちゃ美味しいらしいです。先ほどのビヨンドナチュラルが美味しかったので、どんな味か期待大です。実際の売り場では大量に陳列されていて、ひときわ目立っていました。封を開けるとかぼちゃプリンのような濃い黄色い見た目です。質感もプリンに近い硬さです。これ私にはウニにしか見えなかったです。口どけがかなりクリーミーで、ウニの食感に似ています。磯の風味がして、ウニの感じをうまく表現されているなっていう感じでした。ウニといってもやはり大豆の風味などはするんですが、それでも衝撃的な味でした。味が濃いので一人で全部食べきるのはちょっと重たいかもしれないので、ウニしゃぶやパスタにアレンジしても良さそうです。次は成城石井自家製の北海道産純生クリームのメロンパン2個です。関西ではあまりお目にかかれなかったこの商品なんですが、リニューアルをして関西にもやってきました。
関東ではロングセラーの人気商品です。蓋を開けるとケーキ屋さんの匂いがするくらい生クリームの風味高い香りで、もうテンションマックスです。メインのクリームは北海道産の生乳の乳脂肪のみを使用した純生クリーム。しかも濃厚なコクが特徴の脂肪分 47% のクリームです。 47% らしい濃厚かつ雑味のない味です。甘さも控えめなので、よりクリームのコクやミルクの風味が際立っていました。パン生地はパサついた感じがなくて、ふわっとしっとりしています。表面は若干ベタついてはいましたが、バターやマスカルポーネチーズを加えた生地もとても美味しかったです。次は銀座若菜のトウモロコシの焼き漬けです。百貨店にも店舗を構える創業60年を迎えるお漬物屋さん。オンラインショップではこのトウモロコシの焼き漬けが一番人気だそうです。糖度の高いトウモロコシを炙ってから特製の醤油ダレで漬け込んだ、いわゆる焼き漬けと呼ばれる一品です。丸ごと一本という見た目のインパクトもバッチリです。表面を炙っているのでほのかな香ばしさは感じつつも、噛むと特製の出汁がじゅわっと出てきます。味付けは醤油やみりんをベースに米酢とワインビネガーを使っていて、ついついかぶりついてしまう感じです。次はめぐみ工房の愛媛清見ジュースと宇和島みかんジュース、愛媛白縫いジュースです。これは接客していただいた店員さんの個人的なおすすめだそうで買ってみました。成城石井には昔からあるロングセラーのジュースだそうです。みかんは一番後味がすっきりしています。後味にかすかに皮のビター感があって、飲んだ後もさっぱりした印象です。こちら清見は分かりやすく言うとオレンジジュースに近い感じがします。酸味と甘みのバランスが良かったです。そして白縫いはダントツに甘みが強かったです。皮の部分の苦味というか、果実をそのまま絞ったようなパワフルさを感じました。どれも冷やして飲むととても美味しかったです。次は成城石井自家製の黒豆かのこと自家製羽二重餅の水羊羹です。夏季限定のスイーツです。
一番上は寒天ゼリーでトッピングを包んでいます。黒豆のかのこ豆は粒あんにはない皮の質感と弾力を感じました。赤えんどう豆にも入っていて香ばしさがプラスされています。羽二重餅は福井の和菓子で個人的にも大好きなんですが、この自家製羽二重餅も柔らかくて美味しかったです。シロップ漬けの応答はシャキッとした食感です。一番下には水羊羹が潜んでいますが、滑らかなこしあんタイプで口どけが抜群でした。寒天や羽二重餅はほのかな甘みだったんですが、この水羊羹は比較的しっかりとした甘さがありました。次は成城石井自家製の北海道産ホタテと枝豆のフレッシュライム風味セビーチです。成城石井のマリネはベースの味付けが完璧なので、どれを買っても外れがないです。ちなみにセビーチェとは南米ペルーやメキシコなどで親しまれている魚介と野菜のマリネのことで、柑橘やハーブを使うのが特徴です。この成城石井の惣菜は和の食材を使ってより親しみやすく仕上げています。ホタテが肉厚で、噛めば噛むほど旨味を感じる食感がとても美味しかったです。玉ねぎの甘みとオリーブのコク、ドライトマトの酸味が絶妙なバランスで絡んでいました。酸味はフルーティーで尖っていないので、パクパクいけちゃう味付けです。次は丸善の冷製懐石おでんジュレ仕立てです。夏にしか出会えない冷製おでんのセットです。調理済みなのでこのまま召し上がることができます。単におでんを冷やしただけじゃなくて、冷たい状態で食べて美味しい出汁の加減と食材の染み具合を調節しているそうです。中には一人前のおでんと甘酢タレ付きです。だしは利尻昆布と枕崎産鰹節をベースに、サバ節やイワシの煮干しを加えた味わい深いだしです。薄すぎず濃すぎず品のいいお出汁でした。具材はすべて国産です。味変に別添の甘酢タレを入れるのもいいと思います。個人的には入れない方が好きでした。今回はこちらで以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。